じゃあ、お願いします。お願いします。え、柔道なんですか？柔道です。2年ぐらいでやってる。あ、そうなんだ。なんか、まあ、逆にレン君がサブミッションを取るみたいな。あ、そうなんです。僕なんか、上取るの結構割と。ね、なんかそのパンチ混ぜてね、テイクダウン取るっていう話は結構。パッて入って、で、ここで、こう殴って、一気にこうやって。おー、すげえ。止めて、であとは前にプレッシャーかけるっていう感じ。どうですか？これやりましょうよ。まずはパウンドして、でここで一回相手の頭をハグするイメージ。そうそうそう、でこっちでパウンドして、で相手が守ってきたらこの手を胸に、でこの足を相手の肩のラインの上に持って、でこう曲げるイメージ。そうそうそう、でもすぐ自分のすね持って、はい、でこっちの足を上げて三角組む。例えばこうやって寝かされて、逆にっすよ、逆にレン君がこういう状況になるとくるじゃん、体こっちにずらす、はい、で、ギロチンをこうやってまず狙うんですよ、はい、で、こっちギロチン狙ってから、ちょっとこう空間出してこっちの、うん、今こ、首こうやって巻こうとして決めようとしてるんですけど、はい、こっちの脇から取るんですよ、うん、でそしたら、上からまずこっち持ってきて、うん、こう2番組で、うん、これすごいし、このまま、そうそうそう、で、マウキ、ちゃんと攻めてくれてる、そうそうそう、で、こっちからまた持ちで、そう、で、ハーフメル、そうそうそう、そういうこと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 、毎週、技術の練習やってるんです。そうですね、土曜日とかが多いですね。手応え感じたりします？そうですね、弦で基本の練習があって、あとこうやってカルペディエムとかキックのジム行って、で外でまた吸収したものをジム持ってって、でよかったら使う、できなかったらやり込むみたいな、明確になんかよりなんか倍強くなれるっていうか、やっぱ1日2回ぐらい練習、2、3回やったら1日に練習あると、なんかその分吸収が大きいですね。なんかただきついことやるんじゃなくて、頭しっかり使って意味のある練習をやってるって感じです。最近覚えたことか、ね、まあ試合見てもらえたらって感じです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。3、2、1、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ってください。頑張ってください。お願いします。